生田百合子、小池百合の紹介、やりますね。幸せさうじうじするのは大嫌い、ずうずうしいやつと人は神宮の問題で戦っているドッシェルカップさん、次のようにおっしゃっています。ドッシェルさん、お願いします。大手町の森はその地権者さんが作り育てたもので、小池百合は関係ない。それを自分の功績のように言うのは誠実じゃない、あまりに恥知らずです。頭は悪いし金もない、だけどいつでも幸せさうじうじするのは大嫌い、一つ一よし二よし三よし押せばできるさ、やってみろ、やれ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 。